はい、キャス第7話の考察感想レビューです。はい、ミクを突き落としたのは誰かということです。それをですね、さらに深掘りで考えまして、結論出しました。で、アンケート結果、私の YouTube チャンネルで誰がミクを突き落としたんですか、誰だと思いますかというアンケートを取ったらですね、九条の秘書っていうのが一番多かったんですね。その次に多かったのは青葉と、青葉はね、いい子のように見せて実は闇があったんだと。青葉は泉の実の息子ではない連れ子なんですよね、泉の夫の。なので実はね、何か闇を抱えていたんじゃないのかみたいなね、そういう考察も出ていますね。はい、あとね、ルリが突き落としたって、いうアンケート結果もまああったんですけど、いかにも怪しいからやってないだろうと。あと九条が突き落としたっていうね、のも意見としてあったんですけど、九条はね、直接手を下さないタイプだろうみたいなことで、はい、ということでね、圧倒的に九条の秘書が犯人だというね、意見が多かったですね。なので、九条の秘書が犯人説ということで、深掘り考察なんですけどね。で、私の、まあ、動画のコメント欄でもね、まあ、青葉は動機が薄いと、九条関連の人たちが犯人だと思いますとかね、そういうね意見もありましたし、はい。で、こういうことではないかということでね、ルリがですね、あの九条のラボに行ったのをミクがね、後をつけていたというね、事実がありましたのでですね、こういうことじゃないかと。ルリが九条のラボに行きましたと。で、そしてルリが九条のラボから去った後ですね、ミクが九条に会いに行ったと、入っていったと。ミクが九条のラボに行って、そしてですね、こういうやり取りがありました。九条の秘書が学校の先生からテストの問題を買っていましたよね。で、その、買っていたところを撮影した動画をミクは持っていましたね。で、その撮影していた動画を見せて、脅したのではないかと。例えば金銭か何かを要求したとか、あるいはミクがルリより有利になるように九条にね行動しろとかね、そういうふうに脅したとかね、要するにルリよりも私に優先的にテスト問題を流せとか、九条先生の方からね、浅見紗英にね、ルリを大切にするようにね、言ってくださいだとかね、自分に有利になるようにね、こう脅したと。そうしないと、ね、秘書が学校の先生からテスト問題をね買っていたのを、バラすわよって脅したんじゃないのかってこと。要するにミクはですね、浅見紗英を脅してですね、で浅見家でね、こうふてぶてしい態度をとってたでしょ。それと同じことをね、九条にもしたと。ルリはね、浅見紗英を脅して今度九条を脅したんじゃないのかと、九条秘書を脅したんじゃないのかということですね。はい、これがミク殺害の動機になるということで、それで考えてみました。九条の性格だと九条が直接手を下さないのではないのかと私は考えましたね。秘書に命じて秘書がミクを突き落とすという流れではないかと。まあ秘書に命じなくても秘書が勝手にまあ動いた可能性もありますよね。秘書はねテスト問題を買ってるところをね、見られて撮影されちゃった、これはミスですから。待ち合わせ場所を学校の近くなんかでしなくてね、別の場所に、遠くの場所にすればよかったと、ということですからね。はい、で、まあ、ミスリードになってるんだけど、ミクがこう立ってる場所に青葉が現れて、ミクが振り向いてこうっていうシーンがあったですよね。ミクが振り向いて笑顔だったでしょ。あれは青葉を見たからですよね。例えば秘書が現れたらあんな笑顔しないでしょ。うん。ルリが現れてもあんな笑顔しないでしょっていう話ですよね。で、まあ、ミクと秘書がね、あの場所でね、待ち合わせていたとも思えないしね。例えば、そのミクが秘書にね、何かこう、脅してね、金持ってこいとか言って、その場所に秘書が現れて、ミクがね来てくれたのね、金持ってきたみたいな、そういう笑顔だったという可能性は、まあ考えられなくはないけど、普通に考えたら
ミクが振り向いた途端に、ね、笑顔になったでしょ。あれは好きな人を見た顔、青葉が来たというふうに私は考えます。だからミクが振り向いての笑顔なのは青葉を見たからと。でなんかあのルリーがですね、ミクが立ってる場所ちょっとか影で隠れてこう見てたでしょ。であの立ってる場所がまあ ベランダっていうのかな、あれ、ああいうとこでしょ、バルコニーっていうの、ベランダっていうの、まあどちらもいいけど、あの場所に、まあ、ミクが立っていました。で最初青葉が現れましたと。でミクと青葉がまあ会話しましたと。で青葉がそこから去りました。そんでミクがその場所にまだ残っていましたね、はい。でそこへ九条秘書が現れてミクを突き落としたのではないかということなんですね。だから青葉がミスリードになってるんですよ、うん、あとルリもミスリードになってるんですよ。ミクが立ってる場所で、ルリは一部始終を目撃していたと、うん、ミクが立ってる場所にまず青葉が来て、会話する。で青葉が去る。で次に九条秘書が現れてミクを突き落としてしまった。でルリはそれを全部目撃していたんですね、はい。であれ手すりの高さ的にあのミクを突き飛ばしたってミクは落下しないですよ、うん、身長の関係で。だからミクを持ち上げないとミクは落ちないですよ。なので秘書はミクをね、まあ、持ち上げてね落としたってことになりますね、はい。でルリは秘書の犯行を目撃していました。でもルリはね秘書の犯行を目撃していました。でも誰にも言わないで黙ってます。これはなぜかというとね、ルリからしたらミクが死んだ方がルリにとってもルリの家族にとってもね得になると考えて、黙ってよと、邪魔者のミクはいらないということで黙ってよと。でミクが消えれば青葉もルリに振り向いてくれるということで黙ってよと。でなぜ黙ってるかというと九条先生の秘書が逮捕されてしまうとルリ困るんですよ。九条の秘書が逮捕されると九条先生がルリの家庭教師じゃいられなくなっちゃうという、困るということで黙っていようと。ミクなんて死んでもいいのよと、こういうことでしょう。九条先生のためにも黙っていようとルリは判断するわけですよ。要するにルリは九条先生のことがまあ好きだと崇拝しているので、九条先生とね、ずっとね関わりたいから九条先生がねルリの家庭教師じゃなくなるのは嫌でしょ。九条先生の秘書がね殺人犯で捕まったら九条先生も捕まるかもしれないし、九条先生が家庭教師やるのはもうなくなっちゃうということなんですね。なので、ルリは秘書が犯人だと目撃したけど黙ってることにするんです。ところがね、ルリが黙っているからルリが疑われちゃうんですよ。最も動機があるのはルリだと疑われちゃうのね。仲悪そうだったという証言とか出るでしょ、学校とかでも。でルリが疑われ、さらに青葉も疑われて青葉が逮捕されてしまうんです。次回予告のシーンでね、あの警察にね逮捕されるようなシーンで、あれ後ろ姿青葉でしたよね。で青葉が捕まっちゃうという展開になるんですよ。そうするとルリはね、困るでしょ、うん、好きな青葉が捕まっちゃう、警察に捕まっちゃうということで、ルリの予想しない展開になるわけですね。で次回予告にも泉にはね、泉にとってとんでもないことが起きるみたいなこと書いてあるでしょ。あれは青葉が捕まっちゃうということなんですね。泉に身を引き裂くような未来が忍び寄ると次回予告に書いてあるんですけどね、それは青葉が犯人だと思われて逮捕されちゃうと。でルリは結局決断しなきゃいけない。ルリは青葉が好きです。でルリは青葉が無実なのを証明しなきゃいけないということで、青葉を救うためにねルリは警察で真実を告白すると、そういう流れになるのではないのかなと私はね、予想しました。なので、秘書が犯人ということで今回考察したんですけど、確かにそれも最もらしいですよね、はい。ということで秘書が犯人ということでね、ミクを突き落としたと、うん、突き落としたですね、はい。こういうことになるのかなということでね、
はい、で、あのコメントもちょっと紹介してきますけどね、ミクがルリの後を追いかけて九条のところに行ったのは、試験問題のやり取りしてた動画を九条に見せて裏で何か取引しようとしたけど、一枚上手の九条によってミクがやられた可能性がある。もちろんやるのは秘書の男。ルリではあの高さの、あのね、持ち上げられない、あの高さの、あの要するにルリの力では、結局ミクの体重をね持ち上げられないじゃないのかみたいなね。うん、で九条はかなりいろんなことを知った上で動いてるので、犯人は九条だと思う。まあそうですね、だから、まあ、九条も、九条の秘書も、まあ、捕まるということですね。はい、うん、なるほどね、そうですね。うん、あとね、コメントで青葉が犯人だとしたら、あの態度だったら怖すぎる。でも確かにミク笑顔だったからルリではないよねと、うん、だから笑顔なのがミスリードで、うん、最初に青葉が現れて、その後に秘書が現れたという流れではないでしょうかね。うん、はい、であとこういうね、コメントありましたよ。その前の伏線でミクが青葉と強引にキスをしたというのがありました。あれが元で青葉とミクが口論になったと妄想しています。青葉が突き落としたというよりは、口論の揉み合いでの弾みで落ちたと妄想してますと、こういうコメントだったんですけど、そうですね、青葉とミクが、まあ口論になって、まあね、弾みで揉み合って弾みで落ちちゃった説って私が最初言った説ですね、うん、これもまあなくはない。うん、九条が怪しいというコメントもありましたね。うん、青葉くんの実の母親が九条先生とかって、こういうコメントありましたね。うん、なるほど。あ、九条先生も娘がいて、こう娘を亡くしてるんじゃないのかなと、娘のことでなんか悲しい思い出があって、そういうなんていうの、スカイキャッスルとかそういう上流階級っていうのの人間自体がこう嫌いで、上流階級の人間の家族をバラバラにすることでなんかストレス解消してるみたいな。だから具体的に浅見家に恨みがあるとかではないとか、そういう愉快犯なんですかね。うん、その可能性は考えてますね私。だから浅見家に恨みがあるというわけではなくて、片っ端からこう家庭教師受け持った家庭を壊してるみたいな、うん、受験には成功させるけど家庭を壊すみたいな、それが九条先生の目的なのではないかと思ってて、で浅見家の前はですね、西島家の家庭をぶっ壊して、今度は浅見家の家庭をぶっ壊そうとしてるというのが九条の目的なのではないか。最終回ではまあ九条も九条の秘書もね、九条は殺人教唆、九条の秘書はまあ殺人で逮捕されるということで、あと秘書はテストの問題を買ったって、これも罪でしょ。あと秘書にテストの問題を売った教師も、これもね、情報を漏らしたってことは罪になるでしょうからね。はい、うん、ということだと思います。はい、であとコメントね、青葉が突き落としたのなら、青葉の性格を考えるとミクが搬送される前にとっくに白状していそう、手術を待つ時に心配してる芝居をしてるとは思えない。まあ確かにそうなんですよね、青葉だったら動機がないんですよね。うん、はい、なのでですね、まあ動機があるとしたら、まあもちろんルリがミクをね殺したいほど憎んでるっていうのもあるけど、ルリはそこまではしないだろうということで、九条の秘書の方がまあ怪しいかなと私も思っていますね。はい、ということでですね、最初出した動画は青葉犯人説で動画出したんですけども、まあ、伏線とかそういうのを考えて、ミクが九条のラボまで来ていたんで、まあ、九条のラボに行って、まあ、脅したと、九条たちを脅したと、自分が有利になるようにね。でそれで要するに、まあ、テスト問題を買ってるところをね撮影されちゃったということで、ミクを殺そうということになって、ミクを殺したと。でその結果ルリが疑われ、青葉が逮捕されるということになると。で青葉が逮捕されちゃったんで、ルリは九条の洗脳が解けてもう警察に告白しちゃうんじゃないのかと、秘書がやったと。最初はね、九条先生が捕まるのが嫌だから、ルリは九条の秘書が犯人だってことをね知ってて目撃したのに黙ってたけども、青葉が逮捕されちゃうと、青葉好きなルリはもう
黙ってられないと。九条先生が家庭教師続けられなくても仕方ないということで、瑠璃は九条先生より青葉、愛を選ぶのではないかと、そういう流れかなと、考えましたけど、いかがですかね。ということでね、スカイキャッスル第7話、九条の秘書犯人説で、考察してみたのと、あとコメントをね紹介しました。何か、ありましたら、考察とかありましたらコメントください。最後までご視聴ありがとうございました。